あと、エイムに関する質問でよく来るのがあって、敵に打ち勝つにはどうしたらいいですかって言われるんだよね。まあ、極論言っちゃうと、敵を視認する前から打てばいいっていう話だよね。で、打ち負けるのはどういうことかっていうと、お互いに敵を視認した状態で、こっちが負けるって話でしょ。お互いに見えてて。で、もう本当にその、対戦相手と自分が同じ武器を使ってるんだったら、早く打った方が勝てるんだよね。これどうすればいいかっていうと、相手を視認する前から打てばいい。これ決め打ちっていうんだけど、結構初心者の人とか打ち負ける人って決め打ちを全くしてないことが多いんだよね。リプレイとか見ててそう思ったんだけど、絶対に敵を視認してから、まあ、エイムするなりして打ってたりするんだよね。で、これをやっちゃうと、相手がもし視認する前から打ってたら絶対に勝てないんだよね。スピードの面というか。どんだけ反射神経良くても相手はもう先に打ち始めてるから、見る前から。絶対に向こうにアドバンテージがあるんで。決め打ちってどうやってやってるかっていうと、いろいろ情報が必要なんだけど、例えば音とかね、なんか私の COD の動画とか結構決め打ちしてる場面あるから、ちょっと決め打ちよくしてる動画とかを概要欄に貼っとこうとは思うんだけど、音での決め打ちってめちゃくちゃ強いんだよね。音とか、あとマップの情報とかね。なんかこの前あげた BOCW のハープ使って敵の、どっち向いてるかっていうのが分かるようなスコアストリーク。あれ使って戦った時がすごく顕著に出てるな。ほんとマップの情報だけで先打ちしてる動画あるから。ああいうのをね、やられると勝てないんだよね。本当に打ち合い。なんで、この見えてる情報以外の情報をいかにうまく駆使して決め打ちしていくかが勝利をつかむ鍵となります。決め打ち結構ね、すごく大事なんで、決め打ちするための情報をいかに集めるかっていうのが、勝つための鍵ですね。打ち勝つための方法って言ったらいいの。まあ、あとそうだな、打ち負けるっていうとね、よく思ったのが、交代を多用する人は打ち負けやすいんだよね。で、交代キーってパソコン版で言うと S キーか。で、FPS における移動の中で交代がね、めちゃくちゃ弱いんだよね、行動としては。まず大体のゲームで、まあ、前進速度より交代速度の方が遅く設定されてる。で、これどういうことかというと、前進してくる敵から距離を離すことはできないんだよね。絶対に詰められる。あと、なんか大体射撃する時って前進しながらとか横とか斜め移動しながら射撃することが多いから、交代しながら撃つ機会ってあんまりないんだよね。で、交代しながら撃つのと前進しながら撃つのって、絶対に前進しながら撃つ方が経験上やりやすいっていう点でアドバンテージがあるわけ。なんでね、交代していいのは絶対に後ろに敵がいないと分かっている時だけにした方がいい。で、仮に交代したいなって思うんだったら、振り向いてそっちの方に照準合わせて進んでた方が絶対にいいよ。これを徹底すると、死角からのキルとかを減らすことができるし、あとこれが生きるのは角とかだね。角とか円形の建物とかを攻略するときに絶対に下がらない方がいい。なんかよくリプレイとか見てて、交代してるときに打ち負けてるパターンめちゃくちゃ多いんだよね。大体なんかひよって下がってる人って絶対打ち負けるから、どのゲームでも。それ見てて思った。なんでね、まあ、ぶっちゃけ S キー封印してもいいぐらいだね、慣れないうちは。はい。